はい、えー、今回はこんな感じのよく使うシェイプと合わせた文字の出現アニメーションの作り方をご紹介していきます。まず、ベースとなるレイアウトから用意していきます。テキストから、トラエラーとして、真ん中に配置します。そして文字の間隔をオルトを押しながら左右で調整していきます。 次に、レイヤーを何も選択していない状態で、ペンツール、点を置きます。シフトを押しながらクリック。これで、シェイプの線ができました。コンテンツ、シェイプ、線ですね。色を入れていきます。線幅を増やしていくことで、 こんな感じの四角となります。幅を調整します。こんな感じとしておきます。そしてこれらのレイヤーを Ctrl D で複製します。下に移動。上に移動。下の方は文字を打ち替えておきます。 幅を調整します。これでベースとなるレイアウトができましたので次にアニメーションをつけていきます。まず、上のシェイプだけ表示させておきます。コンテンツ、追加からパスのトリミング。このパスのトリミングを使って動かしていきます。はじめは、 開始、終了ともに0。開始点にキーフレームを打っておきます。20コマ後に100。そしてこの時点の終了点にキーフレームを打ち、さらに20コマ後に100。こうすることで、こんな感じのアニメーションとなります。キーフレームに F9 でイーズをつけておきます。 そして、グラフエディターから、さらに緩急をつけておきます。終了も同様に、動きの緩急をつけておきます。すると、こんな感じの動きとなります。 そしてこのパスのトリミングを Ctrl-C でコピーします。これを下のシェイプレイヤーにコに Ctrl-V でペースト。すると、こんな感じですね。U を押してキーフレームを開きます。下のレイヤーは動きを反対にしたいのでキーフレームの数値を逆にしていきます。開始点0から100になるものを 100から0。終了点も100から0。こんな感じですね。次にテキストレイヤーを動かしていきます。まず終了位置ですね。p を押して1のキーフレームをつけておきます。 そして上のテキストは左へ。下のテキストは右へ。同様に F9 で Ease。すると、こんな感じですね。シェイプと同じようにグラフエディターで換気をつけておきます。 こんな感じですね。最後に、新規、平面を作成します。マスクとしておきます。これを、このシェイプレイヤーと、シェイプレイヤーの端っこですね、に合わせる感じで配置しておきます。Ctrl D で複製して反対側にも。 こんな感じですね。それぞれをテキストレイヤーの上に配置しておきます。テキストからトラックマット、アルファ反転マット。すると、こんな感じですね。これで完成です。今回は以上です。またお会いしましょう。